吉川本源氏物語、または吉川家本、源氏物語は源氏物語の写本の一つ。岩国藩主吉川家に伝来したことからこの名称で呼ばれ、現在はいずれも岩国市の施設に所蔵されていることから岩国吉川家本と呼ばれることもある。以下の二つの写本が存在する。現在は山口県岩国市の吉川資料館に所蔵されている54条の 揃い本である。一部に保者と見られる巻を含むが、保者の巻も含めて少なくとも、室町時代以前の成立と見られる。本写本は、もともとしにあったもので、吉川広家の息子、吉川広正と、毛利輝元の娘、竹の根儀の際、もうとしからもたらされたものとされる。この写本の本文自体は、川地本であり、川地本の中では、 美修家本や宝来寺本とは多くの異なりを見せるものの、巨物本には近い本文であり、また幸運本に一致する本文を取っている場合も存在する。本社本の本文には、河地本系統の社本の中では、平瀬本に近い部分もあり、皇帝途中を思わせる部分があったり、うつせみ巻きの前半部分などに、青表紙本を定本として著者されたのではないかと、 見られる部分も含まれている。ヨモギウ、関谷小風薄雲少女玉かずらショりが室町時代以前の保者と見られる。この保者の部分は本文が青描写本系統で本写本の特色である目録と看物を持っていない。本写本の夢浮き橋巻巻巻末には河地本系統の本文を持つ写本にしばしば見られる。 源の近行きによる奥書きが記されている。本書の奥書きは、巨物本や宝来寺本と共通する文言も含む一方他のどの河内本にも、ない本社本独自の奥書きも含んでおり、本社本独自の部分の中に、スサビについての言及があり、この写本を、スサビがダッシュしたとの、この写本の伝来についての極めて異様な文言を、含んでいる得意なものであり、 河内方が、本流の義行や治行と傍流のすさびとに分かれ、激しく対立するようになった経緯を探る手がかりになる、貴重なものである。各関関東には、目録が記されている。源氏物語の写本で、本写本以外に、関東目録が付されている例としては、七五源氏、伝時沈筆、初音巻などが知られている。関文目録と金目録は概ね同じ内容であり、 それぞれの巻の内容を項目としているものである。例えば、切壺つぼ巻の漢文目録と金目録の内容はそれぞれ以下のようになっている。各漢刊末には漢物が記されており、内容は藤原恒之の原字尺に一致する点が多く、数少ない現存する原字尺の伝本の一つとして扱われるようになっており、原字尺の書伝本を比較対象している書物にも、 写本記号、吉写本名、吉川本として収録されている。なお、この吉川本の刊物については、奥入りとの近似を指摘する見解も存在する。本写本の夢浮橋の刊末には、経図が記されている。人物の故障や配列などといった経図の内容は、現時物語古経図の中では最も成立時期が、古く、原型に近いと考えられている本に、 最も近いものの、ためうじぼに近い点も合わせ持つという性格を持ったものである。また多くの現氏物語古経図を調査したときわいか子が唱えた、経図に収録されている、経譜部分の人数が少ないほど古く、原型に近いものであるとする法則を本社本の経図に当てはめても、という位置づけになり、やはり球状科本そのものではないものの球状科本に、 近いかなり古い時期のものであるということになる。光る氏物語本時には、さらしな日記の異文に含まれる、符について、当時の有識者たちに聞いて回った中で、木のがさないフによる、源氏物語の写本には常に経図がついているとする、証言を記載しているが、現在知られている、古い時期に成立した、源氏物語の写本の中で実際に経図が、 されていることが知られている写本は本写本を含めて多くはない。行為源氏物語を呼び、それを引き継いだ、源氏物語体制行為編への採用はない。河地本、源氏物語行為修正には、写本記号、岩、写本名、岩国吉川家本吉川資料館像として、対抗本文の一つに採用されている。本写本単独での英遠本や、 本国本の出版はないものの、本社本の特徴である、関東目録、関末の漢物、夢浮橋漢末の奥書き及び経図についてはそれぞれ本国が存在する。また、現時尺に一致する、漢物部分については、現時尺の書本修正に収められている。現在は、山口県岩国市の岩国町古館に所蔵されている54条の揃い本であり、現時家大なる。 書者目録が付されている。本文は、青表紙本の中でも、三条西下本の系統に属する。三条西寂高等室によるとされる寄合書き本で、ある。英章13年から14年頃の成立と、推定される。この成立時期は、三条西矢本系統の写本として、遠徳年間成立とみられる、書寮部造本と協力四年成立の日大造本の、 中間に位置するものである。本文の内容についても、三条西下本の特徴とされる河内本からの影響についてみると、書領部造本、吉川本日大造本の流れでの影響を読み取ることができるものである。本社本については、行為源氏物語を呼び、それを引き継いだ源氏物語体制行為編等の主要な広本への採用はない。また、 本社本単独での英遠本や本国本の出版もない。ありがとうございます。